今回のホノルル、サンフランシスコ、ロサンゼルスは、いずれも日本からの企業進出も多く、在留邦人も多く、また、日系アメリカ人のコミュニティが非常に強いところであります。日本とアメリカの関係をいろんなレベルで強化していくためにも、こうした日系アメリカ人の社会との結びつきを強めていかなければならないというふうに思っておりましたし、彼らの歴史を日本にも広く知っていただく必要があろうかと思っております。このロサンゼルスを含め訪問した3つの都市それぞれで日系の代表の方々にお目にかかって意見交換をすることができましたし、外務省が2000年から始めました JALと全米各地の日系人のリーダーを日本にお招きをするというプログラムの参加者と久しぶりにお目にかかることもできました。JALのメンバーはさまざまな分野で活躍されている方でもあり、そうした方が日本とのつながりを再構築しようということに大きく関わってくださっている、非常にありがたいと思っております。